はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはるです。さっきはこちらですね。うん。箱鉄 W7K 輝きです。はい、こちら何かと言いますとですね、親子で楽しめる箱型の可愛い鉄道ということで、うん、なんとですね、この箱型の電車、N ゲージの線路に乗せることができるんですね。うん。うん、こちらですね、自走することはできないんですけれども、うん、一応ね、動力ユニットも出てるので、そちらも購入しました。うん、はい、こちらですね、箱鉄動力ユニットです。はい、こちらがですね、箱鉄の動力ユニットですね。これでこちらを引くことによって一応自走させることができるね、両方ともね、素晴らしいですね。ちっちゃいよね、それにしてもね、見た感じすごいちっちゃい感じですね。あ、ちゃんとシールついてるの、おいかちでシールついてる。そうなんだよね、こっちの動力ユニットの方は何もね、特にあの車両がないので周りにですね、追いかけできるシールが貼れるんだけども、まあこっちでね、W7K 輝きのシールが多分ついてると思うんで、それもくっつけてね、やりたいと思いますね。では早速開けてみましょうか。では開けていきましょうか。まずは W7K 輝きからね。お、あれ、ちょっと待って、はあ、これ一車両しかついてないのか。一車両だ。だけど見た目かわいいじゃん。かわいいね。そしてこちらがステッカーだね。これ先頭車両と中間車両分がついて、あ、ついてる。先頭車両と中間車両分がついてるので、じゃあこちらを中間車両と見立てて、こっちを先頭車両にしようか。そうしようね。そうしましょう、そうしましょう。じゃあこっちを箱鉄あちようか。箱鉄の動力ユニットあちましょう。おお、なるほどね。あ、でこれが追いかけシートだ。じゃあ、とりあえずですね、シールを貼っていきましょうか。手のひらサイズかわいい。はい、ということで完成しました。こちらが箱鉄の動力ユニットだね。先頭車両にしました。W7K こんな感じですね。下はこのようになっています。ちゃんと動力だね、これね。歯車だ。で、こちらが中間車両。A ちゃんが貼ったからちょっとね、かなりずれてるけどね、天井とかね、うん、なんかもったいない気がするけど、まあ、あとは大丈夫だね。これはかなり軽いですね。連結パートはこれだね、うん、こちらをこのような感じで、ね、セットすると、それで一応このようなですね、 N ゲージで使えるカプラー、これがついてきたので、これをセットすることで普通の N ゲージの車両と連結させることもできるね。こちらに本当はパパとしては変えたいけど、まあとりあえず今回はこのまま発車してみましょうか。はい、それではレールを組んでちょっと発車してみましょう。はい、ということでナノゲージの線路をですね、円一周で組んでみましたね。で、この箱鉄を乗せてみました。ではちょっとエイジ君発車してみてください。はい。おちゃんと走るじゃん。ちゃんと走るね。結構速さも出るね。しかも静かだし、ちょっと2両ってのは失敗したかな。ちょっと寂しいね。うん、ちょっとスケール的にも箱鉄すごいちっちゃいから、あのレゴの情景が合わないね。レゴがでかすぎる。もうすぐエッチに到達する感じにしてる。うん、止まった。N ゲージのさ、車両ってさ、結構高くてさ、細かいじゃん、作りが。だから小さなね、お子さんと一緒にやるときなんかはなんか壊されちゃうんじゃないかって心配があるけどさ、この箱鉄だったらさ、そういうのがないからいいね。シールが取れるだけだからね。そうそう、しかもね、あのね、これあの車両の方はね、すごい安いんだよね。動力ユニットはいくらだったかな、2000円台だったと思うけど、箱鉄の車両の方はすごい安いからさ、N ゲージ入門としてはすごいおすすめかもしれないね。この箱鉄なんだけどさ、やっぱ箱型だから、もしかしたら普通の電車の方が合うのかもしれないね。新幹線とかだとさ、これ新幹線な感じしないもん、先頭車両なんて。どっちかっていうと電車っぽいよね。はい、ということで今回は箱鉄でした。